あの時の裏原宿を掘り起こせ。今回 HFA の94年4月号を振り返っていきたいと思いまきす。ました。まず最初が革の上の部分ですね。メインカットに使用されているのは、これギャルソンですね。カモフラのシャツというところで、ロンドンのギミーファイブマイケルにも1枚買って送ってあげました。みたいなことが書いていますと。で、下のところに行くと T シャツが紹介されていて、いくつか紹介されているんですけど、まず一番左がアニエスの、ボブ・マーリーのプリントされた T シャツで、左から2番目が AFFA で、キョンキョンのツアー T シャツですと。非売品。で、右2つがグッドイナフの T シャツになると、ゴッドイズデッドっていう感じ、ニーチェかなの言葉がプリントされているものになります。ロックンローラー、これ、ロックンロールスウィンドルの書体、ですそのね。まま取った感じだよね。はい。で、右側が復刻とオリジナルの576が紹介されているって感じになります。あ、これ比較してんのか。そうですね、上が。ちょっと上がオリジナルでちょっと茶色くて、復刻の方が、まあちょっとバーガンディーなって、いわゆる僕らがコード版というようなものですね。オリジナルの576っていつ出てたんですかね、これ。オリジナ86ルは年。ね、576って1988年み結たい構前なんですね。な。この576のコード版って裏原史に残る名品の一つって言っていい気はそすうるですね。が、まあ、出てますね。で、そもそも、この500番台が、オフロードモデル。900番台がオンロード。で、1000番台になると、いわゆるラグジュアリーとかプレステリーというか、まあちょっとパフォーマンスモデルになっていくっていう区分ができて、なので576オフロードモデルなので、エンキャップ、ヒールをサポートするエンキャップってやつだったり、アウトソール、ごつくなってるっていうのが、まあこれは500番台の特徴かなって感じですね。で、なんか、89年、にフットロッカーが8色別注で出してるらしいんですけど、まあ、そもそもニューバランスのでフットロッカー別注って珍しい。あんま聞いたことないね。そう。まあ、この裏側でもすごい流行ったからっていうのもあるかもしれないですけど、なんか、コード版になると急になんかこう、印象がガラッと変わってかっこよく見えますよね。そうだね。まあ、多分ちょっと思い出のあれが、フィルターがかかってしまってるのかもしれないんですけど。いやいや、でも全然、まあさ、レザーのスニーカーって別にナイキとかさ、コルテッツとか普通に出てあるわああ、けじゃん。そうですね。だけどやっぱこの革の質感っていうのがもうちょっとそういう他のレザースニーカーと全然違う感じっていうのは思い入れなくても思うよ。そうですよね。やっぱり、あと全然こ違うっていうのはそうなんじゃない？う、こういう色があんまないね。革靴に近いというか、まあ、そう、それもありますよなんね。かやっぱスポーツシューズだから結構原色のさ、のが多いじゃん。そうですね。一般的に。で、これってすごいなんか革靴っていうか、まさにコード版っていうか、この深い茶というか赤茶というか、こう、スニーカーで本当にありそうでなかった感じ。ただこれが黒だったらまたちょっと違っちゃいますもんそうね。だこのね。色だからいいってありますそうよね。そう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 。大人っぽい感そうね、じ。大人感がすごいね。上そのモデルカットでヴィンテージのあのジーパンと合わせてますけど、この相性がう。めっちかっゃこいいいいでよすね。ね。そう。あとあれなんだよね。576が結構幅広いラストだから、日本ああ、相性もいいんだよね。そうなんですね。そう。1300と576は一緒でちょっと幅広いはずなんだよ。900番台、ちょっと細いじゃん。そうですね。なんか、900番台もなんか、何でしたっけ、広いワイドのやつもあるはあるみたいですけどね。なんか、でもそうすると900番台のシャープな感じなそくうなる。なんですよね。あれが出なくなっちゃうんですよね。はい。って感じですかね、はい。今回は。はい。はい。ではまた来週。はい。